はい、皆さんこんにちは。ということで、ついにね、やってきました近畿の極、17の極やっていきたいと思います。ということで、ウェットランド使ってね、17の極いきます。先日の動画でね、ウェットランドがどんだけ強いかっていう、話をしたんですけど、一応ね、この動画でもおさらいしますけども、幻獣キラー M、マインブロックはまあ普通にアビリティとして良くて、マインね、飛行じゃなくてマインなんで、地雷で攻撃力をアップさせながら殴ることができるよと。幻獣キラー M は、この17の極の、プヨに刺さりますよと。はい。で、SS を使うと、自強化 1.1 倍かで、鉱物族に大ダメージ、これキラー L 相当ですね。はい。で、これが鉱物キラーが、林道に刺さったりとか、あの鏡のね、丸いやつに刺さったりとかするんで強いよねっていうことですよ。で、フレンド枠というか、ここ別にルキウス・デビルスじゃなくてもいいんだけど、キラリってもう手に入んないんで、一応ルキウス・デビルスにしてますけど、絶対キラリの方がいい。はい。身を食える人にした方がいいと思う。少なくともね。で、じゃあなんでね、ウェットランド4じゃないんですかっていう話なんだけど、一応伝染技であるんで、ダメージを抑えたいっていうところで、3体にしてます。なるべく抑えた方がいいんだけど、ウェットランドが強いからそういうわけにもいかないっていうね。はい。やります。はい、ということで、ルキウス・テベリウスに平明削り特エルあるんで、1フレ、ワープオール1フレ、もしくは、地雷持ってたら、地雷、ポン、そのまま直行でワンパンできます。ちょっと見せますか。はい、最初は2フレだった、いかん、それた。今これ、今の1手で2体とも倒せるんで、そうやってやる方がいいですね。いっぱい倒せるっていうのが、この、ウェットランドのいいところ。ただ、プヨリン、以外には、キラーがね、普通の状態だと乗らないんで、ちょっとこっから普通の殴りなんだけど、ただ、普通の殴りも相当強いんで、はい、こんだけダメージを出せると。で、ここね、なんかね、毒が案外痛いから、ルキウス・テベリウスにしちゃってるけど、当時、ルキウス・テベリウス以外持ってなかったから、今だ、持ってるんだったらマジでキラリの方がいい。で、キラリは状態上回復ついてるから、この毒を消してくれるんで、はい。キラリちゃん持ってるんだったら、キラリちゃん使った方がいいです。はい、ただ、もう、降臨しないんで、はい。直近。なんで、ちょっと、持ってない人はルキウス・テベリウスになっちゃうかなっていう。あるいは、ウェットランド読んだら、ウェットランド読んだともっと火だめえぐいから、ちょっとその辺は気をつけた方がいいですね。はい。で、こっからは、だね。欲張り、欲張れるかな。ちょっと欲張りムーブします。みたいに処理したい。はい。これが、マジこれできるのがウェットランドだから。これが本当にすごい強い。どうすっかね、こちら。一回スルーして、二発目で入れるか。そんなテクニックできるかな。ああ、いかん、乗れんかった。今のでスピードアップして殴るっておしゃれ計画だったんだけど、そこまでおしゃれにはできなかった。ちょっと無難に2組地雷ドーン。十分ですね。はい。やっぱね、回復手段がね、もうヒーリングウォールだけっていうのが結構ね、立ち回りに影響してくるんだよね。はい。火だめがえぐい。だからその辺で考えると、やっぱりパールバティって偉大なんだなって思うよね。うん。HP を、ある程度保ちながら殴れるパールバティさんは偉大だってことに俺は逆に気がついた。うん、そこなんだなって。SS もあるしね、パールバティ。その辺の強さを身にしめて感じるというね。よし。ウェットランドスタートがいい。ウェットランド、元ね、みんな、ウェットランドスタートがいいです。なぜなら、本当に、プヨリン2処理ができる。2処理、3処理ができるからです。はい。ちょっと今、剣あるから、これ多分いけるんじゃないかって気がしてるんだけど、いけないかな。おしゃれショットするなら、いろいろあるけど、でもいけるか、こうやったら。どうなの？剣取ったらいけるの？あ、ワンパンできるね。あ、いかん。上もやりたかった。が、致し方なし。ということでね。
そういうこともあります。ただ、お前はゲージ切れない。ウルケイステビリウスはゲージ切ってブロック利用できるけど、ウェットランドさんはできないので、そこもご注意ですからね、皆さんね。この先何とか言うかもしれないけど、また。そこだけはちょっと立ち回り、ご注意です。ちょっと火種減らしたいな。なんとでもなるけど、どうしよう。まあなんかちょっと、ちゃんと倒しに行くか。ちゃんとプリを倒しに行きます。ああ、もうちょっと欲しかったな。もう一声行けたらバハムーテックス倒せたね。さてさて、まあ、どうしようかな。あんま別にバハムーテックスに固執しなくてもいいんだよね。倒してきました。はい、ここからは、林道少佐のみということでね。まあ、だいぶ余裕はあるね。なんかいっぱい拾って殴りたい。はい、よいしょ。よいしょ、よいしょ。ドーン、レイ、倒したな。あ、やばい、ルキウス・デビルススタートになっちゃう。毒が痛い。回復できるからいいけど、まだ。さあ、ルキウス・デビルススタート。ここはほんと、ウェットランドスタートだとめっちゃ楽なんだけどね。ちょっと、そう思ってらんないね。あー、ちょっと、これ良くない。ビットンの位置良くないね。ちょ、1体は絶対倒したいな。OK。うわぁ、やれない。マジ、これがルキウス・デビルスなんですわ。これがちょっと格の差が出てしまっている、レッドランドとの。ただ、2処理は確定でいけるね。これ、あわよくば3処理コースしたいけどなぁ。3処理、4処理コースしたいレベルだ。うわ、吸われてもうた。思った以上に、ちょっと。蓬莱が出るかと思う。でも削ってるんで、もうここはいけるんじゃないかな。これで触れて、うんうんって感じでガンガンいけるんじゃないか。よし。これでヒーリング出したい。これがでかい。で、これ、切りくるかな。ヒーター重なってるから痛い。めっちゃ食らうんだけど。これちょっと一旦回復するわ。これちょっと、いかんいかん。これ一旦回復しないとやばい。多分。こんな行動はあんまりしないんだけど、ここは一旦回復してこないとやばい気がして、ちょっと回復しました。で、ティベさん、ちょっとなぁ。ティベさん頑張ってほしい。3フレからのドンしてほしい。これなんだよね。もう3、もうルキウス・ティビウスはもう3フレありきだから。はい。いやぁ、食らった。これが痛い。で、3フレ地雷ドンだね。3フレからの地雷ドン。SS もう溜まってるから軽やかに打ってもいいんだけど、ボス戦まで温存したい。OK。さあ、ベッドランドスタート入った。処理ね、右と上だね。右と上のプローリングを処したいですけど、処せるのかって話ね。上を処したいな。うわ、あーでも多分多段したんじゃないか。今多段して倒した感じがする。スピード感的に多段しておだぶちした感じですね。でこれね、もう別にもう触れるとか触れないとか関係なくてもこれ倒せるから、こいつを。でこれ狙って、やった方がいいかな。ただただって感じなんだよね。このね、ヒーリングボールが本当大事なんでね。これ厳しいな。どうすっかね。なんかわちゃっとするか。なんかその、感性で、そうそう、それ拾って、ヒーリングを出して、なんか。痛い。痛いんだよ。それでも痛いんだよ。これどうすっかね。これなんか、なんかいい具合にこれで、バハムト倒せないかな。っていう気持ちで打つ。押した押した。OK。これでいいや。十分十分十分。回復入れたい。痛い。回復入れたいっすね。じゃ3フレいけるコースだな。ちょっと大胆めに動いて3フレ当てていこうか。オッケー。おお。ただ回復が。ああ、ちょっとよかったよかった。いい位置にあって。うわ、倒してねえんだ、こいつ。
じゃあこっからちょいちょいね、次の位置とかも考えながら動いとかないと結構しんどいところにいたりするので注意ですね。右上に蓬莱来るからそれで詰まっちゃうとなかなか削れないんだよね。さてと、ティベリウスでやれ、やるどうかな、これむずいな。ティベリウス接待するか。ティベリウス接待しますわ。ゲージ抜くか。はいはいはい、これで一応勝利できると。いやダメージが痛いマジで。届け、結構角度入れないとね届かないんで怖いよ。よし OK、 これでかいわ。 SS ぶちかますか。地雷ねえな、地雷あるかな。これでも先に蓬莱に当たっちゃうとね意味ないんでね。まあこれ見たら分かるけど、キラー乗ってるの分かる、分かるか、分かりますこれ。あのやつがか鏡にキラーが乗ってる、これね、これキラーエル相当なんで、はい、っていう感じで打ちたいんですけど、今は蓬莱に乗っかっちゃってるんで、あのこれ無駄打ちになっちゃう、無駄打ちとかキラーが乗らないままになっちゃうんで、そのパワーアップウォール踏んでからもね。なんでこれ一旦普通に打ちます。これでもうん、なればいいか。ただ、レッドランドのスピード感をちゃんと分かってないと、あの、なんか、すごい残念な感じになるんで。で、こういう風に右からスタートになっちゃうと結構しんどいんで、はい、ご注意ください。右からスタートは結構な、修羅モードに入ってるんで。まあ回復できてるからいいかって感じかな。ちょっとまあまあでも下のウェットランドが悪い位置ではないんで、ちょっと期待したいなっていう。蓬莱に先に触れないんだよな多分これ。蓬莱に先に触れてくれたらいいんだけど、蓬莱に先に触れないんでちょっとって感じだけど。いやでももうもはやバハムートはもう仕方した方がいいか。はい、あー蹴るかこれ。これねまあスピードアップするんだけど、そんなにスピードアップの感じないから過信してはいけない。ネットランドのスピードアップを過信してはいけない。さあさあドン、よっしゃ1378万。これよ、これができるのがやっぱりレッドランドですから。キラーが乗ってるからね。さあ、もうちょっと持ってったね。オッケーオッケー。プニ処理はまあ別にできるとして、ピオリンやった。そんななんかこう、全力でピオリンを処理しなきゃいけないっていうわけではない。これでもう処理できるんで、この辺はわちゃっとするしかないか。はいはい。でここからバハムート倒していきますか。いや痛えな、やっぱ痛いね。そこのビットンにマジ引っかかりたくない。地雷が取れる、はい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 、ズン、オッケー、これでいいですね。ペピウスさんも同じような動きでやりたいけど、ちょっとこれ角度が怖いですな。オッケー、いや、オッケーだけど、オッケーだけど、こんなもんか。まあ、そうだよな、ね。痛い痛い痛い。痛えな、マジで。すげえ食らうな。いやー、これ持ってかれそう。悩むね。まあ、地雷持ってればなんとかなって感じだな。あ、座れた。あ、座れちまった。ちょっとね、まだこの状態だと弾が出てきてないから、このステージは結構です。結構です、ここは。
やいってまして、じゃあ倒した。これで弾が出る。こっから弾にキラーが乗るんでって話なんだけど、ただダメージが痛すぎてちょっとうー、回復も入れたいよね。初ターンだからな、プリン処理が熱いんだけどな、回復入れたい。回復入れて3分失するか。これ大丈夫かな、マジで怖え。オッケーオッケー、あー結果めっちゃいい、結果めっちゃよかった。オッケーオッケー、プリン処理できて、次ティベさんでしょ。ティベさんちょっとな、ティベさん回復に走ってほしいな。ただそんな回復できないんだよな。ティベさんちょっとまあ無難なムーブしてもらって、うわティベさん剣取ったあでも十分、この感じだと十分回復できたね。 OK、 今のでかかったね。さあそしてただ SS 打てないので、こっちに殴ります。角度効いてほしいな、角度効いて、ここでこう、そうそうそう、 OK そうです、はい、でまた鏡が出るまでは耐え忍ぶターンですね。ただ何度も言うようにもうワンパンできてしまう。これで1処理、2処理、3処理、2処理かな、2処理、プリン2処理できるかな、プヨリン2処理からの、OK、はい、でもう1体もじわっと処理しに行きましょう。どうするかな、これもいろんな処理の仕方あるんで、これまずまっすぐ行っても倒せるよね、まずね。地雷持ってワンパンなんで、どっちからやるかだね。これその、なんか、妹欲張りたいから、欲張り攻撃としてどうするかっていうことなんですよね。これ完全に安定で打つんだったら、ここまっすぐだ。これ倒せるんだ。あ、でもまあ割といい位置なんかも。なんか、今のでも。はい、ティベさんは、まあ、まあ別に、あれか。ゲージ切らなくても、まあ、とりあえずバハムト倒そう。ヒーリングウォールも展開していい感じで、ビビアンも残ってるので、なんかめっちゃ殴られても安心感はある。はいはいはい、林道少佐 SS 溜まってないんで打つけ、打つっていうか普通に打つけど、うーんちょっと角度があんま良くないな。リンドをやっときたいな、やっときたいの角度かな。まあいいか、2フレになるな。あー怖い、危ない、なんかゲージがガシャガシャになった、怖いあれ移動してくる。3フレコースで SS ドカーンしたいけどな、スピード的に足りなそうなんで、ちょっと無難に行きますか。まあ、ターン的にまだそんなに余裕ないことはないんで、しっかりめに打ちましょう。OK、あー、まだ残るんか、お前。リンドウ、しぶてえな。はい、まあいいでしょう。回復しといてくれよ。地雷取ってからの、リンドウからの、って感じで、いきますか。こうして回復、よし、回復もした。さあ、ティベさん、どうするこれじゃ、なんか結構、いや、無理だな、意味ないわ。普通に殴ります。リフレで殴ります。まあまあ、十分でしょう。さあ、こっからよ。こっから SS3 連発で一気に削りたい。脅威の SS3 連発したいけど、
グワッていきたい、グワッて。さあ、かませ、頼む。スースー。ドン！おぉ、失礼。強いです。これですわ。これがベッドランド。もうほぼ一発で持ってた。はい。ということで、ウェットランドの強さ見せれたと思います。よかった。はい、ということでニックキー17の極、降臨モンスターでね、仕留めることができました。編成で強制ないことをもう一回言いますけど、ウェットランド4にしてもいいかもしれないんだけど、もうダメージが伝染技でえぐいことになるから、まあ、できれば4はちょっとやめた方がいいような気はします。はい、まあ、スピード感的な問題もあるんで、まあ、俺は今、ルキウス・ティビリウスだけども、ここを、まあ、キラリちゃんにすれば、まあ、毒のダメージを防ぐことができるっていうところですね。で、まあ、もう一個考え方としてあるのは、コンプレックスを入れるっていうパターン。で、コンプレックスを入れるとどういうことができるかっていうと、火力で盛ることができるわけですね。で、今は平面削りで、M 以上ね。で、一応、まあ、地雷持ってるか、パワープル1フレするか、で、ワンパンできる、プヨをね。なんだけども、4300火力盛れば、平面削りいらなくなるんで、そういうやり方で、盛るのもありです。はい、そうすれば、まあ、結果としてね、ボス削りとかも、まあ、他のね、モンスターを削るときも楽にはなるんで、はい。なるべくだったら、まあ、可能であれば、火力持った方が全体的には楽になるかなとは思います。ただ、別にコンプレックス自体が、まあ、大して働かないと思うんで、まあ、そこをちょっとまあ、許容できるかどうかっていうところですね。うん。まあ、1体ぐらい、その、適正モンスター持ってれば、それを差し込むのが一番いいです。はい。身盛るなり、できるんでね。まあ、その、パールバティとかね、伏せ姫とかいたら、1体とかでもいたら入れられたらいい。もうでも、もう本当1体もそういうのがいないってね。まあ、ベリビアとか、まあ、駿河さんとかもいないくて、本当にちょっともう、うん、まずキャラ持ってないよっていう人は、もうこの形がベストかなと思います。一旦ね。うん。ちなみに紋章いかないんですかっていう話がもしかしたらあるかもしれないですけど、これ紋章を、この僕のためにつけるの、めんどくさいんで、紋章はつけません。いや、つけたらそれ楽になると思うけど、つけたい人はお好みでつけてください。それは楽になります。はい。ただ俺はめんどくさいんでつけません。はい、ということで、まあでも確実に言えるのはね、ルキウス・ベリウスとキラリちゃんのね、環境よりは完全に良くなっている。レッドランドの強さが本当にね、身に染みてわかる、クエストになってると、環境になってると思いますんで、これまで17の極に止められてた、ここがなかなか突破できなかったっていうね、方、まあ、僕なんですけど、はい、ぜひ皆さんね、チャレンジしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。またでは次回お会いいたしましょう。バイバイ。